なるほど。大変だったわね、ソフィーさん。プラフタさんのことも心配でしょうに。はい。けど、ナミゼルさんと会ったあの場所で、プラフタの声が聞こえた気がするんです。その話か。でも、俺には何も聞こえなかったぜ。ソフィーさんには悪いけど、私もそんな声は聞いてませんね。そんな、気のせいだったのかな。まあまあ、落ち込んでてもプラフタさんは見つからないわよ。そのために私を探してたんでしょ。はい、そうです。エルビーラ様にプラフタのことを聞いてきてほしいです。お願いします。この世界の神様ならきっと何か。そういうことなら協力する。いいんですか。もちろんよ。そんな話を聞いた以上放っておくことはできないわ。やったね、ソフィーさん。うん。すぐに話を聞きに行ってくるけど、ごめんなさい、引き受ける条件みたいになってしまうんだけれど、ソフィーさんに頼みがあるの。私にできることなら何でも言ってください。ありがとう。お願いしたいのは、私が受けていた依頼を代わりに進めてほしいってこと。一つは湿地に出る魔物の退治、もう一つはディーボルトの新しい剣の作成よ。ディーボルトさんってさっきまで一緒にいたあの人ですか。そう、ソフィーさんは錬金術師だって聞いたから多分大丈夫だと思うんだけれど。はい、数は少ないですけど、剣なら作ったことがあるのでなんとかなると思います。任せてください。それを聞いて安心したわ。ディーボルトは町の居住区に行けば会えるはずよ。それじゃあよろしくお願いね、ソフィーさん。こっちこそよろしくお願いします、ラミゼルさん。ああ、それと敬語はいらないわ、堅苦しいしね。じゃあ私のことはソフィーと呼んでください。わかったわ。それじゃあ行ってくるわね、ソフィー。それにしても、あの子は何考えてんのかしら。このことを把握してないはずもないだろうに。よかったですね、ソフィー。それで、どっちの依頼から進めるつもりなんです？まずはディーボルトさんの方かな。町の居住区にいるって言ってたから会いに行ってみるよ。そういえばソフィーちゃん、こっちの生活で何か困ってることはない？ううん、今のところは大丈夫です。アトリエもプラフタが使わせてくれてるし。よかった。でももし何か困ったことがあればいつでも私のところへ相談に来てね。はい。そういえばカティさんってエルデビーゲについては詳しいんですか？まあね、私この世界じゃ古株だし。だから大抵のことは知ってるつもりよ。でもあまり長くいたら元の世界のことが懐かしくなったりしないんですか？そりゃ懐かしいなぁとは思うわよ。向こうにだって思い出はあるからね。帰りたいとは思わないの？別に思わないわね。だって特に困ってることないのし。もともといた世界とは違うのに。ああ、それあれだわ、難しく考えすぎてるだけだから。実際暮らしてみると外国に引っ越して暮らしてるのと何も変わらないから。家と仕事、
友人、そして平穏に暮らせる環境。私にとっては理想郷よ。ソフィーちゃんは来たばかりだからわからないだろうけど、しばらく過ごせばきっと同じ気持ちになると思うわ。私は元の世界でやることがあるから絶対に戻りたいと思ってるけど、でも面白そうだし、それまでにエルデビーゲをいろいろ回って見てみますね。どの依頼を受け、あ、今君は確かソフィーだったか。ソフィーの家ミュラーです。ラミゼルさんの代わりに剣の依頼を受けに来ました。代わり、急用でも入ったということか。承知した。てかお前剣なら何本も持ってんだろうが、それ使えばいいだろう。それも考えたのだが、やはり手に馴染む剣を普段使いには一番だと思ってな。手に馴染まねえ武器なんか集めんなよ。ったく、この万年武具マニアが。趣味というだけだ、マニアではない。随分と親しいようですね。言ってなかったっけ、リーボルトさんもオリアスと同じ用心棒なんだよ。の通り全然タイプは違うんだけど、なんか仲がいいんだよね。それでソフィー、すまないが剣を作った経験があるか聞いてもいいか。はい、数は少ないですが経験はあります。そうか、少々不安は残るが、ラミゼルがよこした代理だ。信じてみてもいいだろう。ラミゼルさんってソフィーさんが錬金術してるとこ見たことないよね。ああ、まあそうだな。けどあいつが納得してるならいいんじゃね。改めて、私はディーボルト・レーベレンツ。この町で用心棒をしている。頼みたいのはこの剣なんだが。これって結構修理をした跡がありますね。もしかしてディーボルトさんが。ああ、どうにかだましだまし使っていたのだが、先の戦いでとうとう寿命を迎えてしまった。折れてこそいないが、もう切ることは不可能だろう。そうだったんですか。大丈夫です、私に任せてください。きっと満足してもらえる剣を作ってみせますから。ああ、期待している。さてと、俺も一旦依頼が来てねえか見に帰るか。素材集めに行くんだったら声かけろよな。私もちょっと用事があるからまた後でね。うん、二人ともまたね。さてと、この剣は初めてだからな。失敗できないし
ちゃんとレシピを考えてみよう。なんだか思い詰めた表情をしてるみたい。オリアさん、どうかしたの？ああ、ソフィーか。ちょっとした悩みがあってな。いろいろ考えてたんだよ。私でよければ相談に乗るよ。力になれるかはわからないけど。つまらねえ悩みさ。知っての通り、俺様は用心棒だ。それもこの世界で最も優秀で頼れる超用心棒だ。超用心棒って、まあ、うん、頼りになる人だよね。ああ、そのせいか当然用心棒の依頼が山ほど来る。俺以外にも同業者は結構いるってのにな。さっきも同業のやつに頼まれちまってな。こっちにも仕事を回してくれってよ。なるほど。俺様ちょっと優秀すぎるよな。そのせいで同業者に依頼がいかなくなっちまう。それを思ったらなんだか悲しくなっちまってな。だからって仕事の手を抜くわけにはいかねえ。依頼者は俺様に助けを求めてきているんだからな。けどよ、誰かを助ければ誰かが不幸になっちまう。この螺旋を止めるのは俺様の使命なんじゃねえか。それは一人の人間が抱えるには重すぎる使命だ。俺様は潰れず抱えきることができるのか。どうもソフィー。あれ、くそー、勝手に帰ってんじゃねえ。俺様の話を最後まで聞きやがれ。しそうです。やったね、プロフタン。はい、ソフィーのおかげですね。そんな、私はちょっとやり方を教えただけだよ。やり方を教えてくれただけではありません。そばにいること、それも重要なのです。同じ錬金術師がそばにいることで切磋琢磨して技術向上に励もうという気持ちになれますからね。元の世界でもそんな友がいました。おかげで私はここまで成長できたんです。プラフタの錬金術師の友達ってもしかして、その友達と一緒に頑張ってたんだね。はい、彼と共に互いの研究成果を見せ合い、
時には衝突もしながら腕を磨いていったのです。錬金術師の優秀な錬金術師の友というのは本当にありがたい存在です。いい友達なんだね。プラフタから聞いた話と似てる。やっぱりこの子は。はい、補充したよ。ソフィー、プラフタ、いいものを持ってきてやったぜ。いいもの？手ぶらのように見えますが。そう、慌てんなって。外に来てくれよ。みんな、こいつは温室栽培機だ。温室栽培？おうよ。この世界の天気が変わらないってのは知ってるだろ。それと似た感じで一定の環境で栽培できるって代物だ。と言っても私たちに野菜を育てる趣味はないですよ。まあそれはそれ、これはこれだ。俺が使ったらただの野菜しか作れねえけどよ、お前らなら何か特別なものが作れんじゃねえか。そっか、錬金術で種を作れば何かできるかも。なるほど、それは面白そうですね。すこぶる興味が湧きます。だろ、こいつもやるからよ。錬金術で種を作る参考にしてくれ。ありがとう、オリアスさん。それじゃあ今から簡単な錬金術を教えるけど準備はできてる？もちろん、いつでも大丈夫。何を作ろっかな。大まかにでも決めておいた方がいいよ。薬にするとか道具にするとか。そっか、じゃあ道具にしようかな。薬よりもそっちの方が複製しやすいし。そうなんだ、それじゃあ早速始めよっか。これは何だろう。好きなんだよね。それでこれってどういうものなの？残念だけど失敗かな。あらら、そうなんだ。やっぱりそう簡単にはいかないってことか。それにこの見た目じゃちょっと売り物にはならないような。
いやいや、売り物にはなるって。むしろめっちゃ売れるんじゃない？この個性的な見た目、とっても素敵だよね。吸い込まれるような美しさすら感じるよ。そうかな。僕が言うんだから間違いないよ。やっぱり僕は複製能力とこの溢れ出る美的センスを武器にした方が良さそうだね。それが一番ないと思ってたんだけど。まあ楽しんでもらえたみたいだし、とりあえず良かったよ。
十分かな。これでいいかな。パパッと仕上げちゃう。これで完成。いいんじゃない。これ何を作っちゃおう。